イメージとして結構きついというか、悪く言うとブラックみたいなイメージがかなりあるのかなと思ってて、そこら辺どんな感じなんですか？コーディッチョ22さん、圧倒的にお疲れ様です。街中で声をかけるんですよ。駅前とか。どうも、シュンです。こんにちは。今回はオープンハウスさんにお邪魔してるんですけども、実際どういった会社なのかっていうところを、この動画で皆さんにお伝えできたらなと思っています。日本卒就活生の稲山です。今日ちょっとめちゃくちゃ緊張してるんですけど、頑張ります。お願いします。オープンハウスディベロップメント開発事業部神奈川で、営業していただいております、新卒21期の赤平と申します。入社当初から開発事業部というところに配属させていただいて、用地仕入れを担当させていただいております。よろしくお願いいたします。オープンハウスディベロップメント建設事業部の建売り設計グループというところで設計業務をしております。新卒18期生、入社でいうと4年目になります、高橋と申します。先ほど その赤平さんの部署で、その仕入れていただいた土地に実際に建物を設計プランニングして、それを商品として販売してお客様にも買っていただくため の、その設計の舞台になります。そもそもオープンハウスさんって何の会社なのかっていうのがあんまり分かってないんですけど。分かってない、はい、ありがとうございます。オープンハウスはですね、まず不動産会社なんですけれども、不動産業界ってこう昔から変わらない業界なんですけど、そこに風穴を開けて日本一を取ろうというところを目指している会社でございます。ビジネスモデル的にはどんなことをされてるんですか？不動産事業で言いますと、シンプルに土地を買わせていただいて、家を建ててですね、お客様に買っていただくっていうような事業なんですけど、手の届きやすい価格帯で不動産を手にしていただけるような商品を作り出すというような事業モデルでございます。他にもすごいとこいっぱいあるんですけど語りきれない。なんでオープンハウスさんに入社されたのかっていうところをお聞きしたいので、一人ずつお願いします。圧倒的に現場社員のやる気だったりとか、熱量だったり楽しく仕事をしているような職場をインターンの時に体験いたしまして、その時に私の楽しく働きたいなっていうところにすごいマッチングしていたので、それで入社をしたっていうのが一番大きな軸かなと思います。あとはやっぱりこう若いうちからバリバリ働きたい、せっかく一度きりの人生なので、そこをやっぱり一生懸命働くことこそが大事なのかなって思って、その働き方を求めていた結果、この会社がすごいそれに合っていたので、この会社に入社したっていうようなところ。私もそのベンチャーマインドっていうところに惹かれたのが一番なんですけど、かっこいい女性とで生きたいっていうのがもう本当に一番大きくあって、かっこいい女性、はい、それを自分で体現するためにじゃあどうしようかっていうのを考えた時に、自分で自分のことをかっこいいと思いながら、誇り持ってすごい熱量で働く環境に自分の身を置いた時に、そこで自分の仕事に誇りを持って、かつそこで実績を上げれば評価もしてもらえて、会社の外から見た時にも、あ、この人めちゃくちゃ実績上げてて輝いてんだなっていうのを分かりやすく体現できる会社だなっていうのを就活している中で感じたので、オープンハウスに入社することでかっこいい自分でいられるっていうのを確信して、入社を決めたという経緯になります。こんな可愛い見た目してもう2年目でマネージャーですからね。そうなんですか。部下もいますから、ね。マネージャーいるってどれぐらい大変なんですか？配属によっては中途の方を部下にいただくこととかももちろんあるので、マネージャーとして責任を負うことになるので、覚悟はしていたんですけれども、ついていかなきゃ、必死にしがみついていかなきゃっていう感じです。皆さんがおっしゃってる熱量とか本気度みたいなところを表しているなんかシーンとかってありますか？毎回こう壇上に上がって、みんなの前でこう発言するときに、そのクォーター四半期ごとに決められたスローガンを全員言うんですよ。言葉で言うことで行こうぜ一丁ってなりますもんね。そういうのやってやったぜっていうのを、その事務所にいる人たちに、私はこういう経緯でやりました、これは自信持って言えますっていうのをみんなに宣言してる場になるので、毎日いろんな人がやっていた、この人はこういう経緯でこういう仕事してるんだっていうのを知った上でその日の仕事をスタートできるので、共有できるっていうやり方を、経験値として、コーディッチョ22さん、圧倒的にお疲れ様です。今クォーター走るにあたって自身の目標としては、3ヶ月間で自力の数字15投をやりきって、10月からマネージャーとして走れるように3ヶ月間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。確かに、ね、宣言、みんなの前で宣言することでやろうってなりますね。いや、なりますね。全員が全員こう毎日元気かって、そんなことないと思うんですけど、落ち込む日もあると思うんですよ、でも大概がこうみんな元気なんで、あ、いやいや落ち込んでる場合じゃないなみたいな、こう元気出さなきゃなってこう思わせてくれるというか、だからこう相乗効果でこう頑張れるんじゃないかなと思いますけど。行こうぜ、一応2023、圧倒的にやる、お疲れ様です。今期会社の売上1兆1000億円やるという中で、この人数でこうやれれば
ぱ相当な大義になると思うので、うん、まあ、それをとにかくこの1年目して全員で走り抜けていきましょう。イメージとしては結構きついというか、ワルキューとブラックみたいなイメージがかなりあるのかなと思って、そこら辺どんな感じなんですか？ブラックってことはもうないんじゃないかなと思って、世間一般的に思われるブラックっていうのが、例えばその仕事がきついだったり、なんかこう理不尽なことで怒られたりとか、そういうことに関しては私の会社では全然なくて、多分その皆さんが思われてるブラックっていうのがなんか下手にこう伝わっちゃってるんじゃないかなっていうのがあるんですけど、実際今のオフィスの中ではそういうことはないって言っていいです。働きたいとか成長したいって人が集まってるから、成長したい欲求みたいなところの方が強いイメージはあるんですけど、どうですかね。まさにその働きたい成長したいっていう社員が非常に集まってるんで、うん、難易度の高い課題だったりも苦と思わないというか、うん、逆に大変だと感じるタイミングみたいなのがもしあればそこも伺いたいんですけど、やっぱりこう住宅をその商品として扱うので、ものすごく大きなお金が動くんですね。当然お給料もらってるので、その設計する上での責任、物を作る上での その責任っていうのは当然生じてくるわけです。住宅設計って間取りの正解っていうのが実はなくて、どこまでそこに こだわりを持って入れるかっていうのが、その我々建設事業部、特にその設計部隊に求められる。その品質は保ちつつ、でもやっぱりこの企業が拡大している分、どんどんこう建てる棟数、販売していく棟数が増えていくので、棟数をこう数多くこなしながら品質を保っていく、そこの緊張感っていうのが一番、やりがいを感じるところであり、責任を感じるところであり、そうそうです、おっしゃっていただいたとおりです。大変なのは、やっぱり自分の能力以上のものを常に求められる環境にあるので、1年目だろうが 3億超える契約とか、本当に大きな規模の契約してもらうとかっていうのも本当に実際にあるので、自分に見合わない大きさのものをやらせていただくっていうことに関しては、楽しさもあり緊張感もありなので、大変ではありますね。まあ、ただそれをやることが楽しいというか、積み重ねていけるのが同時にやりがいにもなっているので、大変だな、でも頑張ってよかったな。確かに絶対成長できますもんね、はい、その自分の器以上のことが絶えずあるっていうところで、はい、やっぱり若くして本当に裁量権与えられるんですよ、うんうん、そんなもらっちゃっていいのっていう、僕も年間1000億の売り上げを作るためには年間1000億分の土地買わないといけないわけですよ、はい、でその土地を買うのを全部僕決めるんです。うちの場合は例えば赤平が武家の情報をいただくじゃないですか、はい、それを直接部長の僕にプレゼンするんですよ、はい、その場で僕がこう決済を下ろせるっていう、はい、そのスピード感、いやすごいですね。なんでできるんですかそれが。任せてくれるからこそ、こちら側も任せていただいたからには確実に成功させなきゃいけないっていうプレッシャーもあるし、はい、それがやっぱり大変なところでもありますね。成長したいとか自分で何かやりたいっていう人にとっては最高の環境かもしれない、ね、めちゃめちゃいい。じゃあなんかどういう人が入社後活躍するかとか、どういう人を採用したいかで言うと、やっぱり成長したい人とか志が高い人が一番マッチするんですかね。そう思います。そうですね。でも逆にその元々こう熱量がすごくある子はもちろん当然いいと思うんですけど、はいはい、僕なんかはこう学生の時本当ダメだったんで、でも変わりたかったんですよ、すごい。だ今ダメでも変わりたいとかっていう思いが強い子なんかもすごくいいと思います。稲山くんも成長したい欲求とかめっちゃあるじゃないですか、はい、でただタイプとしてそのいわゆる体育会系とかではない、大丈夫ですか。いや全然大丈夫です。私も中学校の時吹奏楽部で、へえ、高校の時が生徒会で、生徒会にそうなんか入社のきっかけのもう一つとしては、ちょっと自分の環境を変えたいなっていうところもあって、うん、あえて選んだっていうのがあります、ね、挑戦してみたかったというか、本当になんか自分の気持ち次第なんじゃないかなっていうところはあります、ね、じゃあ説得力ありますね普段の営業スタイルってどんな感じですか。自分がこれから、関係性を作りたい相手業者さんに対しては飛び込み営業になりますし、顔を知っていただいて関係性がある業者さんに関しては飛び込みというよりも、お伺いしましたってご挨拶をお伺いしてお話しさせていただく中で信頼関係作って情報をいただくっていうのもありますし、あとは一日の中でそれこそお電話させてもらって何時にお伺いしてもらいますっていうアポ取りの営業とかっていうのも並行してやってる形になるので、一日の後回りの営業っていう中にその時間の中で全部やっているっていうイメージですね。
B2C の部署もありまして、まあ、お客様にこうご住宅をご紹介すると、まあ、あれはこう主にこう力を入れているのが厳選営業といいまして、厳選営業、街中で声をかけるんですよ。駅前とか何もないところからこう生み出す。すごいですね。街中の人たちが見込み顧客というかお客さんに巡るってことですね。そうですね。ただそれがうちの強みでして、厳選営業でいうと大体こう 30% とか、すごい、 40% とか、え、売り全体の売り上げ、全体の契約数の中で大体4割ぐらいこう厳選で取れた、すごいですね、契約いただいたりとか。え、なんかコツとかあるんですか？例えば何駅がいいとか。何駅がいいっていうのはあれなんですけど、はい、まあでもやはりその人通りが多いあの駅ですとか、はい、まあ、割と例えばその品川とか東京駅とか、はいはい、そういうようなこうターミ大きすぎるターミナル駅ではあまりですけど、うん、地元に根付いた駅ですよね。はい、ちなみにあの目標設定とかノルマが高いっていう話を聞いたんですけど、そのあたりはどうですか？高いですけど、そのノルマも会社から課せられるノルマがまあ半々で、自分でもこの棟数やりたいですっていうのを行動的に宣言するんですね。はい、自分自身で言うと、この前の3ヶ月で12棟やったので、じゃあ今の3ヶ月はこの前の自分を超えますっていうような形で目標設定もするので、もちろん高いんですよ。じゃあそれを超えるために目標設定だったりノルマっていうのを自分で設定しちゃうので、成長していけるという、まあそのサイクルがあるかなとは思います。現状維持なさそうですね。現状維持はないです。現状維持というワードオープンハウスさんの中になさそうですよねその一度やった記録はもうやって当たり前だよねってなっちゃうんで常に更新、過去最高。結構その他のメンバーだったりグループ同士の数字のその競い合いみたいなのもあって、他のところの目標設定が高いと負けてらんねえなってなる。そうなるとノルマ云々よりも、いや、このままだと多分あっちの課とかあっちのグループに負けちゃうから、なんとかちょっと前倒してポイントちょっと積み上げようぜみたいな感じでやったりするすごいですね。その社員同士での成績の上げ合いというか。話を聞く前はなんか悪い意味でのブラックを想像してたんですけど、今回お話聞いてもうゴリゴリの最強のベンチャーなんだな言い方は合ってるかもすごいいいマインド持たれてるんだなと思って面接受けたくなりました。はい、めちゃくちゃでもリアルな声をいただいてありがとうございますということで、あの今のお話を聞いてすごいオープンハウスさん魅力的だなと思った方は、ぜひあの下の概要欄から、応募であったりとか、あの情報をチェックしていただけたらなと思ってますということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。